はい、ありがとうございます。先ほどまでは中澤さんの国際協力とか、はい、そもそも海外に興味を持ったきっかけっていうところをお話しいただきました。で、今回からですね、インドとかタイに行かれて、まあ、自分の視点が海外に向いたっていうところがきっかけで JICA 海外協力隊に参加していくことになると思うんですけど、はい、そもそも JICA 海外協力隊に参加したきっかけって、まあ、募集とかを見ててその存在自体は知ってたと思うんですけど、はい、そういう貧しい人たちに何かアプローチできないかっていうところが背景で応募したいなというふうに考えられたんですか？あ、はい、そうですね。まさにおっしゃっていただいた通りで、やっぱり働くっていうのとは違うことをしたい、やっぱりそういう方々ともっと関わってみたいっていうのが一番のきっかけでした。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあそこからちょっと具体的に応募する内容とかもお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、応募されるときに検討される項目って、はい、職種と、はい、あと地域じゃないですか。職種と地域ってそれぞれどういうふうに選ばれたんですか？まず職種に関しては国家資格があるわけでもないですし、はい、関心がある分野でかつ資格の条件などがなく応募できる分野として青少年活動というものが興味があったので、はい、そうなんですね。はい、まずそこに応募をしました。じゃあ青少年活動っていうところって、はい、教員免許とかは必要あったりなかったりする感じなんですね。なるほどですね。はい、実際国はどちらを選ばれたんですか？国はですね、インド、ネパール、インドネシアっていうアジア圏アジア圏だったんですね。はい、そうか、確かに今まで行ったことがある国であった方が、はい、そうですね、そこはハードルが低くて入りやすいんじゃないかっていう、形は確かにありますよね。そういうのもありましたね。はい、じゃあ実際に青少年活動っていう職種でアジアっていうところを選考されて、はい、まあ、応募したという形だったんですね。はい、実際それを応募した後、はい、合格通知を来た時にはどこの国が記載されてらっしゃったんですか？それがですね、ルワンダ共和国と記載されておりまして。そうなんですね。はい、じゃあもうアジアじゃなくてアフリカになったっていうことですかね？そうですね、はい、そうなります。なるほどね。はい、実際中澤さんそのアジア行く気満々だったじゃないですか。多分それアフリカもらった時どういう感想だったんですか？びっくりしましたね。びっくりしますよね。はい、確かにね。はいはい、いやですよね。ちなみにそれってなんか前兆あったんですか？例えば面接をするときにアフリカでも大丈夫みたいな、はい、そんな感じとか言われたんですか？そうですね、その当時面接してくださった方が希望の地域以外でも大丈夫ですかという質問はされたと思いますね。なるほど、はい、それ中澤さんなんて答えたんですか？はい、大丈夫です。じゃあもうダメだね。はい、もうルワンダでももう仕方ないね。はい、なるほど。で、まあ、自分はアジアに応募してたものの、合格通知でもらったのはルワンダってことだったんですね。そうですね。ルワンダって基本的には英語ですか？基本的には英語ですね。はい、具体的にルワンダで何されたかっていうところもちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、実際職種は青少年活動だったじゃないですか。はい、どこに配属されてどういうことをされてらっしゃったんですか？まず私が配属されたのがルワンダの北部にある、はい、日本でいうと県っていう北部県の郡庁というところに配属されました。あ、そうなんですね。はい、こっちでいう地方自治体みたいなイメージですよね。そうですね、何々県庁っていう感じの政役職ですね。うんうんうん、その中のどっかの所属みたいな感じだったんですか？はい、青少年スポーツ文化課というところの配属になりまして。なるほど、はい、具体的にどういうことされてらっしゃったんですか？現地にいる子どもですとか青少年たちのどういう状況でどういうことが問題なのかっていうのを調査したりですとか、あるいはそれにアプローチする活動を提案したりするっていうことをやっておりまして。なるほど、はい、具体的にちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど、そこって今スポーツ文化科ですよね。はいはい、体育とかそういったところにアプローチをしていくような形なんですか？そこの一つの部署で複数のスポーツですとか文化っていうのを掛け持ちしてるような状態なので、はい、一概にスポーツだけとも限らないですね。なるほど、中澤さんがそこで特にフォーカス当てていったところってどこだったんですか？はい、そうですね、私は子どもたちの貧困状態ですとか、うん、暮らしっていうところにフォーカスを当てていました。なるほど、はい、そこってなんかヒアリングとかしたりそういうことをされてらっしゃった？あ、そういうこともしましたね。うん、現地のローカルな支援団体があるんですけども、はい、そこの方たちと一緒にスラム街と呼ばれている地域を訪問したこともあります。うん、実際どうでした？そこ行ってみて。かなり、まあ、言葉にできないような現状がありましたね。うん、例えばその貧困のために子どもたちが学校へ行けずに、うん、まあ、家の手伝いをしなきゃいけないですとか、はい、お家が貧しくて
て、とても衛生的ではない状態の中で寝泊まりしているという場面も見ましたし、はい、貧困で病気になったとしてもお金がなくて病院に行けないとか、うんうんうん、そういう問題をいろいろ見ました。なるほど、はい、そういった現状を見て中澤さんの方でその2年間の活動の中で、はい、なんかそこに対してアプローチとかされてたんですか？活動の中ではですね、前半は人脈作りとか活動を模索する時期だったんですが、うんうんうん、後半の方はある NGO さんとちょっと一緒に活動させていただいて、そこが幼稚園だったんですけども、はい、そこで子どもたちの調査ですとか、うん、態度の指導ですか、うん、そういったことをしておりました。なるほど、はい、態度の指導っていうのはどういうことなんですか？はい、そうですね、そこの学校では体罰を禁止している学校だったんですが、ただ多くのアフリカの国ではまだ体罰で指導するっていうのが多分一般的だと思うんですけども、そこをね、先生たちが結局どう教えていいかが分からなかったんですよね、うんうん、そこのところを体罰を使わずに子どもたちに良い態度をしつけるというんですかね、はいはいはい、そういう活動をしてました。そういうことですね、はい、なるほど、これ結構難しい内容ですよね、はい、そうですね、なるほど、はい、ちょっと別視点からも聞いてみたいなと思ったんですけど、はい、今活動の内容をおっしゃっていただいた内容で、はいはい、中澤さんってどういうふうに一日の生活されてらっしゃったんですか？先ほど言いました群長に、まあ、通い詰める形でいましたので、朝は7時出社、昼休みがですね、はい、12時から2時まで、で2時から5時までがまた仕事という形でやっておりました、はい、そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、2年間ルワンダ、はい、まあ、いわゆる全く知らないところに行ったと思うんですけど、はい、そう2年間ルワンダに行ってみて、はい、印象に残っていることとかってありますか？たくさん印象に残ったことはあるんですけど、一つ挙げるとすれば、うん、私が具合悪くて寝込んでた時があったんですね、うん、で結構ひどかったんですけど、はい、あの友達が何もお願いも特にしてはいなかったんですが、もうご飯とか作ってくれて、はい、あとは薬も買ってきてくれて、はい、これ飲んで食べてってことで、はい、あのいただいたのが本当に今でも印象に残ってます。その方はルワンダの方ですよね？あ、そうですね。そうなんですね、はい、どこでお知り合いになられたんですか？活動する中でフィールド先で知り合いました。そうなんですね、はい、すごい優しい方ですね。はい、本当に結構今も仲良くしてるような感じ。あ、そうです、はい、そうなんだ、ありがとうございます、はい、実際2年間ルワンダに生活されて、はい、価値観が変わったところとかってありますか？やっぱり価値観の変化はありました、うんうんうん、具体的にどういうのかというと、小さいことにこだわらなくなったというか、はい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 、許容できる幅が広がったっていうのは一つあると思いますね、はいはい、そうですよね、やっぱアフリカなんてうまくいかないことも多いですし。そうですね、かつ多分 JICA 海外協力隊で赴任されたところって、はい、ゼロから事業を始めないといけないって感じなん で、ねはい、ちょっとしたことでくよくよできなくなりますよね。そうですね、はい、そういったところが結構自分の中の価値観変わったって感じですかね。あ、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、ちょっと最後になんですけど、はい、聞いてみたいなと思ってるところが、はい、2年間ルワンダに行ってみて自分の中では良かったと思いますか？はい、思います。そうなんですね、はい、そこはやっぱり先ほどおっしゃっていただいた自分の価値観の変化とか、はい、自分の中での成長っていうのが大きかったんですかね？そうですね、やっぱ行ったからこそできた経験がたくさんあるので、うんうんうん、本当に良かったと思います。なるほど、はい、ちょっとちなみにルワンダの良さ聞いてもいいですか？まずルワンダのいいところは暑すぎず寒すぎないってところですね。あ、そうなんだ、はい、住みやすいってことなんですね。そうです、はい、日本の夏の方が暑いですし、日本の冬の方が寒いですし、まあ、要は日本の春と秋が年中続いてるような気候ですね。そっか、住みやすいってところが一つ良さなんですね、はい、そうですね、はい、他に何かありますか？あとは比較的外国人の方をリスペクトしてくださる方が多いのかなっていうところですね。食事とかはどうでした？美味しいですか？あ、食事は美味しかったのもあれば、なかなか面白い味だったのもありますし、 はい、それも品物によりますかね、はい、自分のすごい好きなルワンダの食事と、はい、ちょっと苦手だなって食事ちょっと聞いてもいいですか？あ、はい、好きだった食事がフライドポテトです。いや、あれちょっと待って、これ日本にもなくない？あ、ごめんなさい。好きなのはフライドポテトだったと、はい、苦手だったものなんかありますか？苦手なのがマトケと呼ばれてる食事があったんですけど、はい、食用バナナですね。あ、そうですね、甘くないバナナですよね。 それを煮込んだものですよね、はい、あ、そうか、はいはい、味付けが塩ぐらいしかな い塩か辛しかみたいなそんな感じだったんで。いや、確かにあれはちょっと、そう考えると、はい、日本の食事ってすごいですよね。そうですね、あんな調味料いっぱいあって、はい、アフリカの時なんで塩みたいな感じでしょう、ね、はい、そうですね、本当にそう思います。ありがとうございます、はい、ジャイが海外協力隊で2年間過ごされて帰ってくると思うんですけど、はい、その帰国後のキャリアっていうのを自分でどういうふうに見直した感じだったんですか？キャリアというのを見直して
た一つの判断材料がやりたいことをやろうって思えたところですね、うんうん、そっか。じゃあ、はい、元々は、まあ、別に自分がやりたくなくても職に就いてたっていうのがあったんだけれども、JICA 海外協力隊を通じて自分のやりたいことをやろうっていう考えに変わったってことですね。そうですね。で次からは自分のやりたいことをやっていくと、はい、そうですね、いうような形になるってことですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと今までは JICA 海外協力隊のお話をドルワンダーでの生活の部分も含めてお話しいただきました、はい、次からは今何をしているのかってところをお聞きしたいなというふうに考えております。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。